あ、そういえば来週京都に行くけど何か欲しいものある？え、京都に行くの？京都と言ったらやっぱり不倫だよね。不倫だよね。不倫大好きなんだよな。不倫？不倫が欲しいの？うん、不倫。え、不倫ってあの結婚してる人と付き合ったりするあの不倫のこと言ってる？え、風鈴？不倫じゃないの？あー、風鈴のことね。不倫じゃなくて風鈴ね。あー、なるほど。不倫じゃなくて風鈴か。夏といえばやっぱり風鈴だよね。不倫、不倫、あー、風鈴、風鈴、あー、私も風鈴大好きだよ。あれ、なんか雰囲気変わった？そうそう、髪切ったの。切ったね、切ったね。汚い？え、違う、髪いっぱい切ったねってこと。なんだよもう。自分が汚いのかと思ったじゃん。切ったねじゃなくて切ったねーね。切ったねー、切ったねー、切ったねー、切ったねー。あー、なるほど。で、どう、この髪型めっちゃ似合ってるよ。どこで髪切ったの？私もそこで切りたい。はい、皆さんどうでしたか？他にもイントネーションが違うと意味が変わる言葉がたくさんあるんですね。例えば箸、箸、日本、日本、カエルが、カエル、カキ、カキ、熱中症、ねえ、中止よ。どうですか？間違えやすいですよね。皆さん注意して使ってみてください。バイバーイ。